ゲームだったんですけど冷静ですよね。はい、まずは先制点があってその後にアクシデントがあって厳しい状況になりました。あのシーンはどういうことを考えていたんですか。そうですね、まあ、早い段階で得点できたのはいいんですけど、その後すぐに、レッドカードが出てしまって、まあ、そのシチュエーションは自分たちを難しくしたと思うんですけど、チームとして、90分間うまく失点なしで抑えられたので、そこはプラスに考えていいかなと思います。ただパリオリンピックの出場権をかけた大会がいよいよ始まりました。あの試合前どんな気持ちで試合には臨んだんですか。まあ、自分自身はいつも通り、まあ、今までやってきたことし やってきたことしかできないので、特別なことはしようとせず、今まで自分が培ったものを出そうという、気持ちで臨みました。そして、まあ、1対0で前半を折り返しました。ハーフタイムは選手たちどんな言葉を掛け合っていたんでしょうか。もう今の状況仕方ないからやるしかないっていうことは言葉は多く飛び交ってましたし、まあ、その中でチームとして、また一から戦い直そうという話はしました。この一勝、初戦厳しい状況でしたけれども、勝利を収められたこととして、ことというのはキャプテンとしてはどう感じてますか。はい、すごく大きいと思います。今後にも響いてきますし、自分たちもこの初戦勝てたことによっていい流れに乗れるとは思うので、この流れに乗ったまま、今後の試合も戦っていきたいと思います。なんか2日で厳しい戦い続くと思います。次 UAE 戦に向けてどんなプレーしたいか教えていただきたいです。はい、まずはいい準備をして、次の試合勝てるように、またチームとして、勢いを持って試合に臨めるように自分自身意識的に声をかけていきたいと思います。わかりました、ありがとうございました。